センス爆発女は、日本のお笑いタレント。神奈川県横浜市出身。プロダクション人力者所属。愛称は、千幕。本名及び、旧芸名は、増山緑。マミ2009年、スクールジャカ28期生として入学。ジャカ卒業後、ピン芸人、増山緑としてデビュー。増山緑時代はフリップを使ったネタが多く、数字を使ったネタ。 落ちているものに注目など、自らの観察力から作ったネタや常人には理解できないと言われるネタを展開。単管アート系、ピン芸人と呼ばれていた。2013年には、ビキき団プレゼンツアラマイナス1グランプリ2013で決勝進出。2014年11月、モトピテカントロプスの中村里氏とコンビ、アンパサンドを結成。 2015年2月1日には、初単独ライブ、冬のアンパサンドを開催した。2016年5月6日の事務所ライブ、バカ爆走。において、コンビ名を、ハイパーポテンシャルズに、増山個人の芸名も現在の、センス爆発女に改名。ハイパーポテンシャルズは2017年1月24日に、解散を発表。センス爆発女は、芸名はそのままで。 ピン芸人に転向特技は、杉本綾のモノマネで、いろいろなものを杉本綾で説明するなど、自分の持ちネタにもしている。モノマネネタには、篠原良子っぽくなること、幕内力士の立ち合い前の小さもある。他に、特技は走り高飛び、デッサン猫と睨み合いで勝てること、栄養管理、知らない曲でも2回聴けば、それを歌うことができること。 趣味は地図、街歩き、自転車で遠出すること、歌うこと、染み抜き、石拾い、センスについて考えること。好きな漫画は、ハンターハンター。好物は枝豆。焼きそばは見るのが好きなだけで、リンゴが嫌いだが、これに気づくまで20年もかかったという。大の大相撲好きであり、大相撲観戦、力士のスケッチも趣味。木の,の横綱昇進パーティーに出席した 白鵬とツーショットを撮らせてもらったこと、玉アスカの断髪式に参加したこともある。相撲好きになったきっかけは、26歳の時に、大相撲の漫画、バチバチをコンビニで見て感動し、この漫画の単行本を全巻揃え、ちょうどその時に大相撲中継を見て、漫画以上に面白いことに気づいて興奮し、ハマっていったという。2020年12月25日放送の、 中井雅宏の金曜日のスマイルたちへ、今年いろいろあったよ人力車芸人総勢43名、大集合 SP に出演した際、ゲッターズイーダの占いによって、2021年最強の運を持つ人力車一の危険芸人に選ばれた。ありがとうございます。